NSJ ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。まずは今週のマーケットの振り返りからです。えー、チャートの方で確認いたしましょう、えー。こちら日経平均の冷やしのチャートです、えー。今週の日経平均は4勝1敗となりました。先週とは全く逆の展開という形ですね。 今週は900円の上昇そして800円の下落そして300円の反発と、まあ、かなりボラティリティの高い相場展開となっております、えー、日々、全面高全面安というまあ極端な動きが続いたという格好になっています、えー、そして注目された日銀会合ですが、えー、まあ大方の想定通りのまあ現状維持 政策金利の維持そして国債の買い入れ減額の見送りというのが伝えられて5倍寄りからは株高円安という形で反応をしております日経平均は全日経時点では151円高これが5倍寄り後にはですね469円高と本日の高値をつける展開になりました 前日にはですね、国債の買いで縮小の方法を検討するという観測報道も出て、まあ、夜間取引の中では日経平均の先物も,もかなり下落を見せておりまして3万7千円台前半というところまで急落という部分も見せておりましたまあそういう状況でしたが12時半過ぎにはですね、えーまあ 為替もま前日の1ドル155円台、ここに続いて156円台と、まあ、連日で1990年の5月以来の水準にまで円安が進行しております。海外勢などまあ、円安対策としての引き締めを読む向きもありまして、一部反対売買などの動きも出た模様です。 このチャートを見ていただくと、えー、これ冷やしですが、この75日の移動平均線にですね、頭を抑えられるという展開が続いております。えー、水曜日にですね、900円高、まあ、この陽線ですが、まあ、この 900円高の際にはですね、地合いの好転というのも伺わせましたが、まあ、レベル的にこの38,000円を目前として足踏み状態というのが続いております。えー、一目均衡表で見ますと、この雲の中を進んでいる状況ですね。えー、ここで、えーまあ、踏みとどまり、えーまあ、雲抜けを目指すという展開を期待したいところです。えー、週足のチャートで確認しますと、えー、こうい 形となります、えー、先週末と比較しますと日経平均は866円の上昇、えー、そしてトピックスは60ポイントの上昇となっております nt 倍率は14.12倍と拡大、えー、そして投落レシュは93.5%、えー、これは低下しておりまして100%割れと なっております。一日あたりの売買代金、これは四兆二千九百億円となっておりまして、先週から見ますと、一日あたりで二千六百億円ほどの減少となっております。この週足のチャートですが、まあ、長めのこの上髭を伴います。陽線となっております。この先週ですね。 まあ、急落を見せましたので大陰線となっておりますが、まあ、先週のこの大陰線からは下値を切り上げるという展開です、えー、ただ13種の移動平均線ここを回復するまでには至らずといったところで、えー、この週末を迎えたという形になっております、えー、こういう状況を踏まえまして、えー、今回ですね注目銘柄を一銘柄ピックアップいたしております 今回ピックアップしたのはこちらの銘柄です。ぶきスピリッツとなります。証券コードは2222 22です。ご存知の通りこちらはお土産ですとかギフト用地域限定菓子の製造販売を展開しております。 観光庁の旅行観光消費動向調査。これですと、日本人の国内旅行の消費額、および一人当たりの旅行単価を見ますと、昨年の10月から12月、これは宿泊旅行の旅行単価が直近5年間の四半期で最高額となっているというところです。 先、えー、の春闘で高水準の賃上げというのが、えー、話題を集めておりますが、まあ、高価格帯に位置づけられる、えー、同社の菓子類の販売というのには追い風が吹いています、えー、ゴールデンウィーク中のホテルなどの予約状況、えー、こちらは良好とされておりまして、えー、どこも旅行の人手でにぎということになりそうです、えー、そして訪日外国人客には、まあ、コロナ、えー、以前の水準を上回ってきておりまして 同社の収益環境というのは良好と言えそうです。同社では四半期ごとの売上状況を開示しておりますが、直近の1月から3月分、これはですね、今月の11日に開示されておりますが、前年比で15%増とまあ好調な様子が伺えます。こちらの銘柄、今回取り上げたのは5月高修正銘柄としてピックアップしております。 えー、見ますと昨年までの5月相場これは10連勝中ということです、えー、2桁上昇が5回、えー、平均では12.9%だかとなっております、えー、やはり大型連休が背景にあるのか、えー、そして決算発表も、まあ、その要因かというところが伺えますアナリスト評価は決して悪くはありません えー、岩井コスモ証券では2月5日付で、えー、目標株価を3000円から3150円に引き上げております、えー。投資判断は最上位を継続。そして、東海東京証券も3月27日付で2850円から3270円に引き上げて、こちらも最上位を継続しております。 今月11日付の一押し証券では3300円から3000円。こちらは引き下げとはなっておりますが、依然時価を8割以上上回っております。こちらの方でもやはり最上位を継続というところで評価が高いというのが伺えます。ことぶきスピリッツでした。そして来週の展望となりますが、来週はですね、 日本はゴールデンウィークの真っ只中となります。その間、4月30日から5月の1日に開催されるアメリカの FOMC ・連邦公開市場委員会、ここが最大のポイントとなりそうです。政策金利は5.25から5.5%、据え、まあ、置きの見通しですが、パウエル FRB 議長の定例会見での発言内容に注目が集まります。 利下げは急がないといった発言が繰り返されると見られますがこの高橋市政、どこまで出るかというところです。5月3日ですがこちらではアメリカの4月の雇用統計焦点の非農業部門の雇用者数がポイントとなります。3月は30万人以上といった形でや,やや驚かされた内容でした。 4月の市場中心予想というのが24.6万人。これは縮小の見通しとなっております。失業率は3月と同じ3.8%が見込まれております。そして平均時給は前月比プラスの0.3%。これは3月と同じ予想となっております。これの反応にも注目というところです。 また日米ともに企業決算シーズンを迎えておりまして森よりも木を見るという展開になりそうです決算内容の数字と株主還元策を発表した企業こういったところの個別株の物色が想定されるところです本日の日銀会合で金融政策の現状維持が確認されたことで円安が加速しております現時点では156円台後半といったところまで円安が進行しています 為替介入が警戒されるという水準だけに日本の連休中の海外市場の動向ここも注視が必要となってきます来週は連休の谷間3日間の立ち会いとなります水曜日からは明日ともに5月相場となります以上 NHJ ヘッドラインでした